はい、どうもこんにちは、楽楽楽です。ゼロ濡れガラスの巫女パート14やっていきたいと思います。はい、前回はですね、ルイ君を、見つけまして、民族学者の住む家に、住んでいた家に、向かっていきました。で、無事に到着してですね、山にまつわる情報を探すということで、書斎の前で、終了しました。では、その書斎を調べていきたいと思います。ビデオテープにあった通り、多分ここが書斎かと思われます。では、開けてみましょう。だと思う。ここが、多分いろんなものあるんじゃないですか。落ちた。なんだ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 、誰かいる、誰かいる、違う、ものがある。調べとる。よいしょ。本棚に古いノートを見つけた。山で死ぬ、山で死ぬことについて書かれている。民族学者の手記。この山の水は美しい。それはす、ちょっと待ってちょっと待って、かぶってたね。はい、では読みたいと思います。この山の水は美しい。それは水質の良さなのというものではない。山頂の湖から流れ落ちる大量の水は川となり滝となり山を包む霧となる。この湿度を保つ全ての水がこの山の神秘、そして美しさの源泉だと感じる。氷上山周辺に伝わる伝承によると、かつてはこの山で死ぬことは正しいとされていたという。この山は文字通り霊山であり、山岳神教で今の、対象となっていた。氷上山神教とは、死ぬ人は死ぬときにこの山の水に帰るという教えだった。それは、山上互いではなく、この山の水は魂のものであり、人々はその一部へと帰るのだ。帰るのだ。はい。死を覚悟した人々はこの山へと集い、そしてここで命を水へと返す。すべては水でつながっている。この風習を見ていると、ここが霊域とされ、そしてこの山で死ぬこと、水へと帰ることが正しいとされていた理由も理解できる。ここに来てわかった。ここに来てよかった。この山の世界観には、死への、なんだ、なんとか経過、わかる、がある。それはつまり、この山の水への、わからない、なんか憧れみたいな、そんな意味だから。自然へと、はい、生命、生も死も水でつながっている。なるほど。あ、テープだ。テープを見つけた。ラベルには何も書かなかった。テープを見つけた。これだけでも収集かな？調べる。部屋中に並べられていた本棚に無数の本が収められている。ここは書庫として使われていたようだ。書庫。完全にいろんなものがある。湿気を含んだ紙は張り付き、中を見ることはできない。背表紙には、人柱、箱、いいせなどの文字が読み取られる。やっぱ儀式だよね、人柱っていうことは。ほいほい、また来刑事。何かノートだ。こっちを先に見よう。おいた、資金2だね。一つ前に。霧に煙る森で、遠くに巫女たちの影を見た。なんていうんだろう。かに、ゆっくりと 山を登っていく。それは現実のものと思えない。実際この山にはもう巫女はいないと聞いている。かつてこの山では多くの巫女が殺された。彼女たちもまた水へ帰ったのだろうか。そしてこの世を霧の中に閉じ込められているのだろうか。うん、水が、おい、濡れガラスだからね。カラスはどこから来るんだ。ではこの机の上のノートを取りまーす。はい、机の上のノートにはホコリがかぶっ、机のノートにはホコリがかぶっていない。まるで今ここで誰かが書き物をしていたようだ。すごいね。この地方一帯には人柱の風習があったと言われている。それは通常の水へと返す儀式とは違い、人を特別な箱に入れ、死なぬまま水へと返すのだという。その巫女となるのも、巫女の役割だった。彼女らは死へ向かう人々の記憶を引き受けた後、自らも水へと帰るのだ。ただし柱として生き続けるために、日本には箱に入って地中に埋まり仏となって、修正を、救済する、促進仏という風習がある。促進仏となる僧は、僧侶が、地中で、経を読み、鐘を叩くことにより生きていることを伝えたという。この儀式はそれに近いものなのかもしれない。柱となった巫女たちは何を恐れ、なんだ、見ていたのだろうか。日本では高い、つまり情勢や陰世と呼ばれる死後の世界がある場所について様々な教えがある。山の上や海の向こうという教えもあれば、地中、つまり地面の下にあるというような、概念的な教えもある。この山は、水をご神体として祀るとともに、水の中に陰世がある。つまり水は死とつながっていると考えたのではないだろうか。箱に入れられた柱は死に近い場所にありながら生き続けることで、死後の世界がご神体である聖なる水に入ることを防いでいたのだ。
特別な箱に入れられるのは、水の中で柱を生きながらえるためなのだろう。柱を、ながらえさせることについて、死に近いものほど長く生きるという考えがあり、氷上山は柱となる巫女を別の山からも集めていたという。一度死に近づいたものは死に耐性ができるというものなのだろうか。というものだろうか。はい、またテープですね。先生。はい。何？何？何？こっちに道があるよって言いたいの？ルイ君、先生って呼んだだけ？いや、全くわからなかったね。あ、何これ？人形？おーい！首取れちゃったよ。勝手に首取れちゃったよ。フィルムがある。取ります。はい、一番式。うん。あ、ここの上だね。あのビデオの最後の映像と同じ。行ってみましょうか。覗く？うわ、これ。これ怖っ。行きます。登って登って覗きます。ずっと ZR 押してなきゃないの、これ。左右は増えない。ずっと ZR 押してなきゃいけないの、これ。来るでしょ。絶対来るでしょ。なんでずっと ZR 押してなきゃないの、これ。いる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 、バイバイ。え、マジで長っ。来るでしょ、もう。いたよ、いたよね。顔見えましたよね。長いな。これはもうずっと ZR をしてます。はい。先に進まないのでね。何かノートもありましたよね。巻物とかあるな。いる。はい。はい。いたみたいな。来た。なになになにこれ。あ、消えた。今のは一体。霊が消えた後に一冊のノートが残されている。いや、ずっとあったよな、このノート。民族学者の式。はい。今の霊が。ああ、まさか今の例が。氷上山は死を覚悟した者しか入ることは許されず、また一度入った者は生きて出ることは許されない。死の山として人々から拝め、恐れられていたらしい。山を訪れた者は山の麓にある巫女社を通らねばならず、山に入る資格がある者、つまり死する者かどうか、入山は厳しく管理されていた。現在、巫女社でいるかは宿として改築されている。その主人から、当時の記録や資料を借り受けることができた。入山記録が残っている際も生きて山から出ていた人物が記録されている。麻生久彦。弔い写真を撮っていた彼は山に丸かれて巫女の写真を撮影していたらしい。互いの研究をしていた彼はその過程で特殊な写真機を開発したと聞く。その写真機で撮影した巫女の写真を見ることができれば、氷上山の神秘により近づけるに違いない。彼が向かった場所は特別に丸かれたものだけが入ることを許される屋敷。私もこの山に丸かれているのであればすごいたどり着くことができるだろう。そう願いたい。麻生久彦。麻生博士がこの件に絡んでいるのか。部屋の中に霧？梅雨？がかかってきている。様子がおかしい。早く外に出た方がいい。迷いがから出て下山する。いやー、すっごいもやがかかってきた。もやでいいのかな。うわ、すっげえ煙。こっちじゃない。こっちだね。こっちこっち。さっきまでこんな感じじゃなかったね。嫌な予感がする。絶対、ね、返さない、みたいな。あなたも一緒に溶けるのです。また巫女さん出てくる。走ろう、走ろう。ああ、絶対ね、出てくるって。はいはいはい、はい。開かないとか、でしょうね。ああ、ここだ。え、何？今、一瞬。うわぁ、箱が開いたよ。こんにちは。なになになに？誰？あ、もしかして。おぉ、ちょっと危ない。当たったんだけど、回避したんだけど。よいしょ。とりあえず、離れた。ちょ、早い。危ない危ない。早いな。え、もしかして渡来刑事さん箱に入ってた？よっしゃ、連続。
早い。ちょ動けよ。危ね。振り向く前に攻撃するのなしだよね。くるくる来た。イノフォーゴやばいって、その状態で襲ってくる、来ないで。いや、おかしいでしょ。来い、離れろ。よし、倒した。はぁ、怖っ。触れるんだ。ふぇあ、うわ、なにこれ。渡辺刑事さん、やっとたどり着いた。やっぱり紳士的な。この家の奥で彼女が私を待っている。彼女、早く迎えに行かなくては。あ、その写真、みんなこの人の写真を追ってきてるのかな。あ、怖い。勝手に開いたよ。何のためらいもなく入ったよ。よ、引き込まれた。霊がいた場所にノートの一部が残されていた。山頂に向かう途中、ヒガンバナが咲く小道で写真を拾った。この小道はさらに奥に続いているようだが、今は植物が生き、生い茂り、先に進めなかった。招かれた者だけが入ることができる屋敷、それがあの奥にあったのだろうか。あの写真は他の弔い写真とは違う。美しいとしか言いようがない。今まで見た全ての弔い写真にはない美しさ、そして悲しさ、生きているのか。美しいと思った瞬間に、何、ちぎりでいいのかは完成する。写真は愛の支えてやってくれる。これは呪いの言葉だ。死後の恋。この場所に行かなければ、私は心中という言葉に心惹かれている。ああ、またテープを拾ったな。ラベルには何も書かれている。今の渡辺刑事の記録だろうか。ここから出なければ。こっち開く、開いちゃうんだね。で、こっちから出るのか、もしかして。あれ、違う。あれ、こっちじゃないね。ここは開かないから逆だ、あっちの方だ。向こう側、この箱から出てきたよな。何、水だ、水が入ってる。ここが開くんだ。で、来る？いる？来た！あー、おじいちゃん、超至近距離のおじいちゃん。ほい、当たったー。痛いー。早いね、出が。よし、チャリキなんかパワーアップできるのかな。あ、できる。今気づきました。じゃあ後でレベルアップしておきますので。はい、あ、今や後ででいいや。ポイント全然使ってなかった。いや、使わないっていうのも手かもしれないですけど。よし、さあ来い、おじいちゃん。超至近距離なのは分かっている。ここで取る最後だけ。火が消して、でいるから移す、でつける、で至近距離からの攻撃をしてくるわけだな。ちょっと待て、あー、ちょっとタイミング遅かったか。あー、来た。来た。よし。その電話包丁みたいなの何？ナタなのかな？ナタ？ナタみたいだよね。さあ来い。オッケー。倒した。
またもう一回、痛い痛い痛い、あっちゃ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 、今のは暑かった。え、向こう、あ、もしかして何かいたのか取れなかったおじいちゃん最後に突っ込んでくるのなしだよ暑かったのかなで、こっちから出るんだね。こっちから出て、でこっちが玄関だ。また箱あるよ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、巫女さん登場ですか。やばい、空飛ぶタイプ、空飛ぶタイプ。あ、ちょっとかわせない。ちょっと待って、いろいろ止まって動けないんだけど。おせんせい1個使おう。よし、どこ行った、こっちか。ちょっと待って待って、だからちょっとここ狭い狭い。ちょっと行った、広い場所だよ。どこだ、来た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 、来るか。さあ来い、まだか。やばい、離れて。よし、とりあえずダメージ与えて。来た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 、チャージにちょっと時間かかるけど、来るか。来ない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 、来た来た。よし、倒した倒した。まだか、まだだね。うー、来ないで来ないで、押し込め。よし、倒した。よし、オッケー。触れる、あ、触れれなかった。出よう、出れる。よし、開いた、オッケー。ふぅ、で振り返ると家はもうないとか。ああ、霧の中に消えていくんだ。ああ、なくなった。この山は本当に不思議だね。消えた。この山ほんと不思議だね家が丸々一個なくなるんだよお、ここはどこだ。ケーブルか。そんな便利なものが氷上山にあったのかいやー、わかんない。ただのジェントルマンだったかもしれない。何が起きているんでしょう。わからない、わかんない。榊さんも、それもわからない。よせ、榊さんはまだ生きてると思うよ。進む？せっかくだ、ケーブルカーを使おう。戻る。ケーブルカーどこ？反対側？え、どうやってそっち行く？ぐるっと回ればいいの？あ、ここ登れる。ほんとケーブルカーあったのね。あ、知らずの森だったのね。知らぬいの森って言ってた俺。知らずの森ね。不死の、不死の森。ひらがな振ってくんなきゃわかんないよ。さあ。あ、何もないんだ。一本のビデオを頼りに、渡来邸と向かったれ。その途中、境内神社で、白髪でいいんだよね。白髪の少女に会う。
それはレンが、毎夜夢に見る少女だった。どうして持ってきてないの、私のヨスが、という言葉を残し少女は姿を消した。迷いがとなっていた渡り手には、氷上山新居に関する多くの調査記録が残されていた。レントルイが脱出した直後、渡り手は霧の中へと消えていた。はい、ということで、ランクは A。時間もちょうどいいので、今回はこれで終わりにしましょうか。次回は6の雫。AQ バナでいいのか。お、ミワさんを探す。稲崎美和。またゆりちゃんのターンですね。はるかさんを探すんじゃないんですね。美和さんを探すと。はい。美和でいいんだよね。美和でよかったのか。稲崎美和。深和。違うね。美和？美和じゃないな。なんだろう。ふわ？ふわ？美和？美和？じゃないか。まあ、漢字わかんないですけど、はい。まあ、この女性を探したいと思います。はい。前にファイルで見た人ですね。はい。を探したいと思います。では、パート2、14話、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回、お楽しみに。さようなら。それがスタートの合図、聞いたことないなんて言わないで覚えて、ラクラクラックです。楽しく、そして楽しく、つまらないことなんて忘れ